こんばんは、ひよです。では、ディスニー1、旧作のですね、おさらいを、やっていきましょう。この戦いはお前を変えてしまうだろう。ほう。そのうち、何のことが分からん。お前たちも皆私と同じ悪夢を見るようになる。なるほど。さて、みんなここにいる。ザバラ司令官。今夜はトラベラーが明るく輝いているぞ。ほう。報告しろ、ガーディアン。よくやった。クエストを承諾する。ミッションの内容は分かるわ。なんとなく。お前ならやってくれると思っていた。うん。新しいアームを装備する。これね。前線に戻れ。最新情報を教えてくれよ。で、次は？またアクティビティを。あ、ん？この辺はどうしようかな。まあいっか。始めるか。新しい武器を入手。オートライフルにしようかな。普通に役立ててくれよ。あ、でもサブウェポンもらってもよかったかな。ショットガンだもんな。また今度な。なんかクエストある？ないか。これ買っちゃおうかな。レベル8。まあガーディアンもらっていこう。アマンダ、何か探してるの？分かってるわね。うん。しっかり飛んできてね。はいよ。いいものがたくさんある。うん。お前
ならやってくれると思っていた。コスモトローブに戻り、船の惑星間飛行を読んでなかった。そうなんだ。頑張れよ、ガーディアン。よし。どう思う？いや、わかんない。一緒に行けたらいいんだから。そうだな。ガーディアン、今度な。暗黒は夜を餌にする。あなたには大きな期待をしている。とりあえず、あ、そっか、レベルが上がったから。リフト。これか。コスモドロームに戻り、船の惑星間飛行能力を復旧させるためのパーツを探せ、復旧のミッションをクリアしよう。OK。さて、では ここには何も残っていません。フォーロンは何でも持っていくんです。この船が見つかっただけでも幸運です。ガーディアンといえど、船がなくてはシティを守れませんからね。ただし地球外で戦うにはワープドライブが必要です。それがある場所はあのコスモドロームくらいしか思い当たりません。フォーロンから一度生き延びたのです。二度目も大丈夫です。短絡的だな。圧巻的とか。ガーディアンの船が最近ここで撃墜されたようです。フォールンの手が回っていなければパーツを回収できるかもしれません。墜落現場を偵察する。これをスキャン。船のアビオニクスが完全に停止ですが、最後の信号を抽出できます。何を慌てんの。彼らはここの情報ハブを修復しました。トンネルの中です。確かめてみましょう。 OK。 エリア全体のマップです。おう。ワープドライブを見つけさえすれば、どんな惑星や衛星にも飛べます。例外もありますけど。唯一の希望は船を見つけた場所です。戻りましょう。オッケー。
あれ？こっちか。今戦ってるのがあのフォールンと呼ばれる種族ですね。戻ってきましたね。ワープドライブをスキャンします。悪い知らせです。すでにフォールンの支柱にあります。取り返そう。ゲート、準備はよろしいですか？もちろん。よろしいですか？もちろん。今度こそ。さっき落としたのに何落ちたかな。
あなたが倒したのはアルコンです。ワープドライブも手に入りました。うん、この辺はそんなにミッションの時間かかんないね。一回やられたけど。まあ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 。うん。では、シティに戻って終わりにしましょうか。勝利の時代、勝利の時代はまだ早いな。あれ、でも強制？ほう。ゴーストに蘇生されたあの日からお前の光は我々を導いている。暗黒が送り込む悪からシティを守ってくれた。アテオン、クロタ、オリックス、アクシス、それまだこれからなんだけど、どんな敵が来ようともお前はひるまない。シティの子供たちは互いにお前の話を語り、ガーディアンごっこをしている。そして勇敢で強い子に育っている。もう恐れてなどいない。お前はあの子たちに、私に希望が何かを教えてくれた。それこれからだけどね。ガーディアン、お前のおかげで新しい時代が始まる。勝利の時代、そして追悼の時が。今日も明日もどんな日もお前は我々のために、そしてトラベラーのために戦ってくれる。幾千もの国からここへ避難してきた者たちのために戦ってくれる、うん、ありがとうガーディアン。まだ何もしないけど、この恩は決して忘れない。そうですか。いきなりもうエンディングみたいなこと言われたけど、バンシー宛ての荷物です。どうしましょうか。うん、ローディング中になんか喋られると怖いわ。はい、では今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ひゆえでした。バイバイ。